合格の秘訣は好きを極める。自分が得意な科目を伸ばすには、まずは土台をしっかりとさせて基礎固めをしっかりとすることが大事です。2年生中に数学3の基礎は全てを終わらして、3年生の初めの4月5月までは受験数学 1A2B の応用を使って 1A2B の方を完璧にして苦手を潰していきました。理学部数学情報数理学科は二次試験の配点が900点あるのですが、そのうちの600点が数学で決まるというとても珍しい学科で、単元ジャンル別演習を使って苦手を今度はなくしていき、それと同時に過去問対策講座の共通テストを使い、過去問を10年間ほどたくさん演習を積むことで合格できたと思います。その後11月頃から医学部レベルまで数学を持っていくことができれば、理学部の数学科の方も十分戦えるのではないか、自信を持って挑戦することができるのではないかと考えて、医学部の数学の講座を取得しました。国公立大対策医学部数学演習を使って医学部レベルまで数学を上げる、数学の問題に対するアプローチの仕方を講師の先生が教えてくださるので、それがとても役に立ちました。答えは基本的に一通りしかないんですけれども、アプローチの仕方や考え方がとてもたくさんバリエーション豊かにあるので、どんなアプローチをしても結局は同じ答えにたどり着くっていうところがとても楽しいなって思いました。大学院に進んでいき、数学の未解決問題を解決するまでに頑張りたいと思います。